私本当にダメな子で、他の十二支の皆さんのように才能みたいなものもないし、両親は私のせいでいつも謝ってばかり。女装をするようになってからはさらに両親の謝る回数を増やしてしまいました。いつしか私は誰よりも早くたくさん謝るようになりました。そうだったんですね。いっそ私のような人間は世を計らうべき存在なのかもしれないのに、その根性すらありません。はあ、私は何のお役にも立たないのに、性に対しては人一倍ずぶといのです。そんな自分が腹立たしい。そんな根性いりませんよ。え、ずぶとくていいじゃないですか。だって人は生きているから、生きているからこそそうやって泣いたり悩んだり喜んだり。でも生きているだけで私なんかきっとこの世に生まれてきた理由なんてないのだろうから。見つけようとしているのですよ、きっと。心の中で一生懸命見つけ出そうとしているのですよ、生まれた理由を自分の力で。トール、お母さん。トールを産んでよかった。トールがいるから私毎日笑って生きてられるんだ。じゃあ私はお母さんに会うために生まれてきたのですよ。そうだったら嬉しいな。初めから理由を持って生まれる人なんていないかもしれません。自分で見つけて自分で探すものだって思います。夢や仕事や誰かの中に。自分で見つける理由は曖昧で不確かで不安定かもしれなくて、なくしてしまうこともあるけれど、生きている限りはやっぱり理由が欲しいです。私もそれでできることなら、私は誰かの中に見つけたいです。誰かのために生きられるような自分に。誰かのために生きる。だからいいんですよ、きっと。ずぶとくったって。はい。だってずぶとく生きていたら、いつか誰よりも一緒にいたいと願ってくれる人に会えるかもしれないですから。見つけられるかな、こんな私でも。いつか見つかるといいな。できることなら私もやっぱり誰かのためがいいな。十二支の皆さんにもたくさんお会いすることができました。皆さんとても素敵な方々です。そしてとうとう京くんの師匠さんがいらっしゃることになりました。京くんの師匠さん、一体どんな方なんでしょう。どうも自殺だったらしいよ。かわいそうに。猫付きの子供さえ産まなけりゃこんなことにはね。黙れ。泣きもしないよ、あの子。自分が母親を自殺に追い込んだくせに。黙れ。俺のせいじゃない。俺のせいなんかじゃないんだ。分かっているさ。はじめまして、私は相馬一馬。今日私と一緒に暮らさないかい。お元気そうで何よりです、カズマ殿。しぐれ君も仕事が順調とのことで喜ばしいです。ぼちぼちですよ。あの方が以前京君がお話ししてくださった師匠さん。師匠、
久しぶりです。久しぶりですね、神楽。お久しぶりです、師範。ユキ、背も伸びて一回り大きくなりましたね。トール君、この方は相馬一馬殿、京君の師匠であると同時に、ユキや神楽、ハー君たちにも武術を教えた先生なんだよ。そうだったんですね。トールさんとお呼びしてもよろしいですか。はい、はじめまして、本田トールです。噂はかねがね、十二支のこともご存知だそうで。はい。京君、降りておいでよ。再会が嬉しくないのかい。京君、どうしたんでしょう。今日の自室は2階ですか。はい、階段上がって右の部屋です。ありがとうございます。今日入るよ。師匠、ごめん、態度悪くて。大丈夫、分かっているよ。おかえり、おかえり師匠。ただいま。師匠の修行の旅も終わったんだな。そうだね、これ以上道場を開けておくわけにもいかないからね。じゃあ俺も道場戻っていいんだな。お前はここで暮らしていくんだ。なんだよ、師匠もアキトが怖えのかよ。違うよ、お前にとって一番最良な環境と判断したからだよ。あの子と暮らすことになったのが偶然にしろ必然にしろ、お前にとって癒しになるなら。俺はここが嫌なんだよ。ぬるま湯みたいで、ふやけてくみたいで、時々すごく嫌でたまらなくなる。俺は癒されることなんか望んでない。嫌なんだよ。そうではないだろう。嫌なのではなく、今日では師匠さんは十二支の一人ではいらっしゃらないのですか。でも本家の人間ではあるのよ。京くんの前に猫つきだったのが師範のおじい様だったんだって。だから京くんの気持ちを一番理解できるのは師範なのかもしれない。そうなんですね。でもそれ以上に師範は京くんをとっても大切に思ってるみたいだった。本当のお父さんみたいに。本当のお父さん。大変です、やかんが。ねえ、京くん、トールくんはまだ知らないんでしょ。ずっと隠していくつもりなの。今夜、あれを外すことで騒がしくなるやもしれぬことを先に詫びておきます。それはまた、なぜ急にそのような決断を。今日あの子のあの顔を見て、彼女ならばあの子の心を開くのでは。彼女もまた受け止めてくれるのでは。そしてそれを見極めることに最良の時期は今しかないのではと。彼女に全てを委ねてしまわれるのか。あなたまで。たとえ彼女は受け入れても今日が拒絶する可能性は多分にあり得る。今度こそ今日が壊れる可能性も。あなたすら憎み、もう二度と笑いかけてはくれぬかも。それでもかけてみたい、彼女に。話なんか別に外でしなくてもいいだろう。こういう日は特にダメだって知ってるくせに。私の祖父もそうだった。雨の日は体調をよく崩していたそうだ。猫つきゆえか。
そろそろ本来の姿のこともきちんと受け止めなくては前に進めぬよ。受け止めてるよ。俺の人生はその猫つきとして生まれた時点で終わってる代物なんだってね。それがネズミのあいつのせいだってことも、あいつがそもそもの元凶だってことも変わっていないね。お前はこれからもそうして生きていくのか。耳を塞ぎ目を閉じ、ユキを憎むことで全てを覆い隠し、そして死んでいくのか。たった一人で祖父のように。師匠、お前は言ったな、ここが嫌だと。だが違う、お前は逃げようとしているだけだよ。ぬるま湯と称した温かいものが自分を癒していくのがわかる。だが本当のこと、本来の姿を知られたくはない。知られて失うのが怖い。その曖昧な状況からお前は逃げようとしているだけなんだよ。違う。ならば私はその逃げる手を取ろう。失うか失わざるか、その結果を導こう。今日お前の人生は本当に終わっている代物なのかどうか。あれか、猫付きの京が隠していたもう一つの姿です。君が悪かったですか。怖いと思いましたか。癒してくださいますか。どうしたの、また何かあったの。やめろ。今日も明人に何か言われたの。大丈夫、やめろ。私はあなたを愛しているから。やめろよ。父さんだ、もう何かが腐ったような匂い、見たこともない姿、あれが京くんのもう一つの姿。私は一体どうしたら、何が起きているのか、本当はどうするべきなのかわからないです。でも京くん、ヨルナ、何やってんだ。のこのこついてきて何やってんだよ。何なんだよお前、目見えてんのかよ、鼻聞いてんのかよ。薄気味悪いんだろ、気持ち悪いんだろ。なんで放っておかねえんだよ。同情なんざごめんなんだよ。頼むから来いよ。よく、でもこれ以上惨めな思いに。でも私、触るな。うざいんだよ、目障りなんだよ。今度はその面ぐちゃぐちゃに切り刻むぞ。失うならもうこれ以上ないってくらい傷つけてダメにしてやる。こいつが二度と気に病まずに済むくらい、振り向く気にもならないくらい、もう嫌なんだよ。失うのも同情されんのも惨めな気持ちになんのも押し付けられんのも。大丈夫、あなたはちゃんとした人間よ。私は少しも怖くなんてないわ。違う、あなたは私の自慢の息子よ。だったら
なんで俺を外に出そうとしなかった。可愛いから誰にも見せてあげないの。恥ずかしかったんだろ。いいえ、大好きよ。あなたのためのお母さん死んでもいいです。なんでそんなこと言うんだよ。本当の俺を認めてもくれないで、なんでそんな愛情ばかり引き流すんだ。帰りましょう。お家に帰らないとダメです。出ないと教訓はあの家には戻ってきてはくださらない気がします。二度と。やめろ。別れよ。わかりません。私怖いです。今の教訓は声を聞いても教訓ではないみたいで、見たこともない姿で怖いです。でもこれからはちゃんと分かりたい。教訓が私の弱音をちゃんと聞いてくださったように、これからは教訓の弱音も聞かせてほしい。辛いことも怖いことも弱いことも教えてほしい。悩ませてほしい。一緒に。怖がってもよかったんだ。俺はただ最後には一緒に暮らしていきたいから。ご飯を食べたり勉強したり悩んだり、そんな風にこれからも一緒に過ごしたいんです。教訓言ってくれたじゃないですか、たまにはわがまま言ってもいいって。そう言ってくださったじゃないですか。全てを愛してくれなくてもよかったんだ。怖がったってよかったんだ。醜い俺をちゃんと見てくれてる証拠だから。でもあの人は愛情でごまかしてちゃんと見ようとはしなかった。俺は一緒に考えて悩んでほしかったんだ。一緒に生きていこうって。バカみたいだ。そんなこと絶対誰も口にしてはくれないと思ってた。思っていたのに。トル、そうやってお前は俺の中の醜い感情を、泥のついた物思いを一つずつ溶かしていってしまうんだ。どうしてお前みたいなやつがそばにいてくれんだろう。泣いてくれんだろう。どうして願うんだろう。そんな資格俺にありはしないのに。そばにいること自体が罪なのに。なのに。今度こそ大切にしたいって。離れたくないって願ってしまうんだろう。今日引き取ったのは償いのつもりでした。私の祖父は今日と同じ猫つき、家族中で疎外し、一族中で中傷し、ひどい扱いをしていました。そして私もお菓子をくれようとする祖父に残酷な言葉を吐きました。そんな私を笑って許してくれた優しい人であったのに、
そして年を重ね、今日を取り巻く環境を見て痛感しました。その愚かさ、残酷さを。私は彼を引き取ることで己の罪悪心を消したかったのかもしれません。けれどいつしか愛しさが生まれて、まるで父親になった気持ちで、あの子の意思を無視して数珠を奪い、一方的な私の気持ちを押し付けた。よかったというにはあまりに勝手すぎて。それに私はきっかけを作っただけ。今日を救ってくださったのはあなただ。あなたがいてくださったから今日は。師匠さん、私はなんだか今とても温かい気分です。師匠さんがどう思われるか分かりませんが、私には今とてもとても師匠さんがお父さんに見えるです。師匠なんで黙って帰んだよ。なんでそんな逃げてくみてえに。今日俺が怒るとでも思ったかよ。俺に呆れたかよ。世話ばっか焼かせてごめん。ガキみたいに甘えて、師匠逃げ場みたいにしてごめん。でも俺こんなだけど、まだこんなだけど、でもいつか、いつかはちゃんと一人で立って歩いていけるようなやつになるよ。師匠が俺の親父だって言えるような、そんなやつに俺はなる。まだまだ、お前は世話の焼ける息子だよ。今日 だからって吹っ飛ばすことないだろ。あれぐらいガードしないと。少し弱くなったんじゃないかい。トレ、今ちゃんと見てたか。はい。な、言った通りだったろ。俺の師匠やっぱり強えんだって。はいはいはい。なんか総連呼されっとムカつくな。どうせ俺はかなわねえよ。本当のことだろ。長くすれ違い合っていて、遠回りをしてようやく触れ合うことができたのかもしれないね。それはきっと、それはきっとこの人が、あなたがいてくださったから。なんかあった？あんま元気ないみたいだけど。せっかく人が戦ってるのにそういうこと言うなよ。戦ってるのか。神楽は元気？そう、あんま会わないし、まあ元気だと思うけど。神楽姉がどうかした？神楽、もう帰るの？まだみんな寝てるのに。うん、京くんにまだねって伝えてくれないか、ユンちゃんは。神楽。うん。なんでもない。変なユンちゃん。神楽は強い。どうして？なんかならあったけど言わないよ。今は蓋をしておくんだ。今日のあの姿のことも、それ以外のことも全て。そうしないと、ドロドロの感情が溢れてきて、憎悪とか嫌悪とか、またあの汚い感情に飲み込まれてしまうから。それはもう嫌だから。
今はまだ、いつかもっとちゃんとした自分が。でも心配してたよ本田さん。え？やっぱ気づいてなかった。うん、気持ちを吐露するもしないもユキの勝手だ。でも安心はさせてやってもいいんじゃない？少なくとも本田さんは。俺はお前が心配だよ、そんな人のことばかりにかまけて。なんだろう、性分かな。でも辛くなるよか楽しくなっていってほしいし。そうだね。ゆきくん。本田さん、俺生徒会長の公認を受けることにしたんだ。そうなんですか？断ろうと思っていたけど、俺少しずつ変わっていこうと思ってるんだ。他人とも前より会話をしてると思う。そんなたわいもないことだけど、でもそうやって苦手にしていたことをやっていこうって、少しずつでもそうやって変わっていけたらって。でもまだまだだね、本田さんに心配させちゃって。あ、いえ。ごめん、私が勝手に。まだまだこんな格好悪いけど、まだ本田さんに言えないことがたくさんあるけど、でもそれも少しずつ少しずつ言える勇気が持てるように。今年の夏はたくさん外に出ようと思って。夏を好きになるんですね。うん、よく考えたら好きになりそうだなって。花火に海にお祭りに思い出がたくさん作れそうだなって。本田さんとのね、嫌かな。え、嫌だなんてそんなメソもないです。嫌ならさらっていくから覚悟して。なんちゃってね。え、本田さん大丈夫？大丈夫です、平気です。ごめんね、あのびっくりしてしまっただけで、あの本当に大丈夫ですので、あの本当にごめんごめん、笑ったりして。それじゃあ行こっか。かっこ悪いだなんてとんでもないです。ゆきくんもきょうくんもどんどん素敵な人になっていかれて、そのうち私の心臓が持たなくなるんじゃないかってくらいに。なんで春も一緒に帰んだよ。夕飯に呼ばれたから。初春さんのお好きなものを作りしますね。おい、なんだってそうなったんだ。二人だけの秘密。俺と言ってろ、まともな返答を期待した俺がバカだった。キャー君、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 待て。嬉しい、今日は逃げないでくれるんだね。逃げないようにしただけ。さあ、キョウ君行こう。え、どこに？え、しーちゃんから夕飯食べに来ないかって電話があって迎えに来ちゃった。なんか元気そうだけど。戦ってるんだよ、神楽も神楽なりに。あ、俺今日外で。しなこの言わずに行きましょうね。なんかその方向が違ってるような気もするけど、まあいいんじゃない。来るな、待っておるな。時には逃げ出したくなる時もあるけど、戦ってるみんな。忘れかけていたこと、いつも君がいること、どんな時も近くで生きる意味をくれたの。
ぞ。ソウル時代にご検討してるぞ。忘れ物してるから気をつけろよ。お前みたいには言われたくないよ、バカな。ああ劇場のロビーにて公演グッズの販売も行っているようです。俺たち十二支のグッズもたくさんあるみたいだから、ぜひ見ていてね。キョウ君のグッズもありますよ。ああそうだよ。ご家族やお友達へのお土産にもおすすめです。ぜひお買い求めください。てか、なんで俺がクソ行きなんだってこんなアナウンス。うるさいな。こっちだってお前となんか。ああやんのか、うん、後悔すんなよ。ユキ君、キョウ君、喧嘩はダメです。でも、分かったよ。改めまして、本日はご来場誠にありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしています。気をつけて帰ってね。じゃあな。